須春天皇は、6世紀末の第32代天皇。587年に即位。在位期間は5年間。金明天皇の王子。母は、蘇我の稲目の娘。陽明は、初瀬部の巫女。陽明天皇の死後、大身の蘇我の馬子によって擁立。倉橋の宮を急遽とした。しかし、馬子との対立が深まり、592年に馬子の命令で、山和の綾の値の駒によって暗殺された。この事件は確定している日本史上唯一の天皇暗殺事件とされる。 蘇我氏とものの米氏といった豪族の対立が影響し政治的な混乱が続いた死後蘇我氏はさらに権力を強化したがその後の推古天皇の即位により政局は変化した姿勢は短かったもののその暗殺によって日本の政治状況が大きく変わるきっかけとなった